ツポレフツ,ツマイナス -12 ツマイナス12ツポレフツマイナス12は第二次世界大戦の終結後からピストンエンジンを搭載した成功作の爆撃機のツポレフツマイナス2から開発されたソビエト連邦の総発ターボジェットエンジン搭載の中型爆撃機である。本機はツポレフとソ連空軍がジェット爆撃機が内包する。 問題点に習熟するための転換機として設計された。アメリカ合衆国国防総省が割り当てた DOD 式別番号はタイプ9。1947年初めにツポレフツマイナス73ジェット爆撃機が開発遅延に陥っていたため、ツポレフはツマイナス2中型爆撃機に輸入した英国のロールスロイスニーンジェットエンジンを取り付けて、 可能な限り早急に、ジェット爆撃機を作り出すことを提案した。1947年5月31日に、設計局の工場で1機のツマイナス 2S を、第23交渉で、別の5機を改装するようにという公式の認可が、降りるかなり前から、設計作業は開始されており、設計局の名称、ツマイナス77が与えられた。 試作機の製造は5月初めにはすでに始められていた。早急に製造するために、標準のつ -2 にからの変更点は、最小限に止められ、以下のような内容となった。1947年7月に、試作機が完成して7月27日に初飛行を行い、2機が8月3日の土の航空ショーで、披露された。 9月に製造者側の試験が完了し、1947年10月4日から1948年2月27日まで運用者側の評価試験が実施され、その段階で、つマイナス12と解消された。空軍科学テスト研究所は、つマイナス2とつマイナス12の作用、速度はかなり向上し、上昇率は改善され、巡航高度は増したが、 地上での走行性能は貧弱で、つマイナス2と同等の航続距離を維持するためには、相当の搭載燃料を必要とする。と報告した。特筆すべき主要な問題点は、飛行可能な高度を大幅に減じる余圧式キャビンの欠如、主翼、尾翼前縁とコックピットの視界確保のための棒、氷装置が装備されていないことであった。 大幅に増速された結果として、実質的に人力操作のバブマイナス68とルーマイナス68重頭の旋回、仰ぐ深くが不可能となった。発砲時の NS-23 機関砲の振動により、後方指摘の機器が使用不能となり、キャビンの窓に損傷を与えた。イフは機内通話装置と通信装置と干渉し、 最初に搭載された新しい発電機は十分な電力を作り出すことができなかった。2位、VVS により統括された評価試験では、2-12と MIG-9 や約 -23 ジェット戦闘機の連携も試され、これにより戦闘機の攻撃兵装爆撃機の防御兵装や双方の機種に適した戦術といったものの評価に、 非常に有益な成果が挙げられた。このテストでは、当時の 12.7mm 兵装の貧弱さが実証されることとなり、これ以降ソ連の爆撃機は 20mm かそれ以上の後継の機関砲を備えた動力銃刀を使用するようになった。交渉で改装された5機には、2人の無人化コピーである、クリームオフ RD-45 が装着され、6機すべてが、 VVS により搭乗員の完熟と訓練に使用された。後に、これらの機体はテスト任務へ引き上げられ、1機はドローンのテストと別の1機にはス1 2 l l の名称が与えられ、胴体上面のパイロンに各種のパルスジェットを搭載した。ガンステン、スポレフエアクラフトシンス1922。ありがとうございます。